30円引きマカロニサラダとビール。乾杯。美味しいか。今日健康診断終わったんで、1ヶ月ぶりの酒ですね。1ヶ月飲んでなかった。去年酒飲みすぎて健康診断受けたら、血圧がいつも120なのに130超えてたんです。で、今年はリベンジってことで1ヶ月酒抜いて受けたら118。やっぱり原因は酒。いいね、こっちはいいの。そっちでしょ、もう食べるのはそれ。お用意するだよ。マカロニサラダ。お、えらいね。そっち向いてブルブルして。ん？ほら。あ？胡椒つけ。去年の今頃は自粛っていう言葉が流行ってですね、じゃあ家で飲まなきゃダメかなということでいっぱい飲んだ、酒飲みっていうのはそういうふうに解釈するんです。自粛だから家で飲まなきゃダメだといつも飲んでるくせに。それで去年飲みすぎた、これでまた毎日毎日飲むと徐々にまた血圧が元に戻るんですね。130ぐらいまで。だから1回飲んで2回休みとかねにしないとダメみたい。今は120まではいいけど、130になったらもう酒でも止めるとかね、なんかやらないと。若い頃はいくらでも飲んだんですよ。もうこの年になるとそうやってセーブしていかないとどうもダメみたいな。私の場合はね、いくら飲んでもいい人もいるんだろうけど、私の場合はもうあまり飲んじゃダメみたいな、血圧にくるんだ。どうした？昨日来たもんな。塩分はいくらとっても血圧は変化ないです。
ラーメンのスープ全部飲んでも血圧は変化しないんですよね。だけど酒を飲むとアルコールの処理が先に行われるから塩分が後回しになって、結果血液の塩分濃度が増えるからそこに水で薄める水で薄めるから血液の量が増えると、うん、そして血圧も上がるという仕組み、うん、人によってどうしてあの血圧が上がるかは違うんですよ。酒飲んでないのにね、血圧上がる人だっているわけだから、うん、だけどそういう人はアルコールは取ってないけど糖質や砂糖とかねを取ってると、たっぷり取ってるからそっちの代謝にが優先されるから塩分が、残ってるという場合だって考えられる、ね、意外と、砂糖をやめればいい時もある。うちにはもう砂糖は一切ありませんから砂糖自体が置いてないからね。であんまり甘いものも食べないようにしてるから、うん、絶対食べないっていうわけじゃない。この前みたいにチョコブリッコを食べたりもするかうわーうわーまたいでいったよいいね。1ヶ月ぶりのウイスキーで。ああ、うまい。